花嫁の皆さん、花ちゃんのお時間です。花ちゃんのみゆとまゆとキムです。ということで、花ちゃんと学ぶ花嫁美容アカデミー、今日は美肌にいい食べ物編、食べる化粧品と心のケアってどんなことということについてキムちゃんと一緒にお話ししていこうと思います。気になるよね、タイトルが食べる化粧品。綺麗にするために化粧品ばっかり意識してるんですけど、韓国では昔から異食同源って言って、食べ物が体を作るものですよって意味があるので、私は自分に合った食べ物をチョイスしたり、キムちゃんが作った料理を食べる化粧品って思ってるんです。美肌に対して質問があったので、ちょっとお弁当も作ってきたんです。皆さん、今私に美肌っていうことをおっしゃったんですけど、韓国の美肌ってどういうものを綺麗に思ってる？もう陶器肌、韓国の美肌って言ったら真っ白な、何もない毛穴もない、ツルツルの陶器肌ってどんな肌か知ってる？本当の意味の、卵みたいな韓国の女性たちも美肌の国って言われるぐらい、生きる女性たちも陶器肌って言葉使うんですよ。その陶器っていうものは、歴史的と前に大切にしてた高価な焼き物、青磁っていう青色の焼き物があるんですね。一般的な陶器っていうのは真っ白な焼き物ね。しかし青磁の特徴は、見てわかるように中の方が青く見える、その下の血管のように流れる透明感があるでしょ、その中が透き通って見えるよね、こういう状態を陶器肌って言うんですよ。ツヤっぽくて、触ると赤ちゃんのお尻みたいにプルッとして若さを感じる、もちもち肌を美白とも言うんですね。陶器肌をこういうものだと思ったら、これは演じ、本当の意味ではない。彼らが思ってる陶器肌っていうのは、この青磁から来たもので、博物館に行くと本物がたくさんありますから、よかったらクリームってカバーして化粧で潰した姫ではなく、本当に透明な肌で、ナチュラルな自然体の肌を陶器肌っていう、発光してますもんね、なんかこう内側から。それを作るのがこの食べる化粧品。はい、今日キムちゃんにこんなにたくさんお野菜を用意してもらいました。美肌になるためにはどんな食べ物が効果的ですか？皆さんたちはやっぱりエイジングケアを考えないといけないんだけど、はなちゃんチャンネルを見てくれる方たちは、皆さん2、30代であったり、花嫁さんなので、私は今回花嫁さんの美肌作りにちょっとクローズアップして考えてきたので、まずニキビが起きてほしくないので、まず抗ニキビ、抗ニキビ、ザラつきとかそういうの好きじゃないので、それから抗酸化、違う言葉で言うと、ふけるとか、ちょっと肌が荒れるって、トラブルを止めたい、それからもう一つは、大人花嫁さんのために、アンチエイジングケアのために、そういうお肌を若く戻するリフトアップになったり、たるみを改善したりする食材は、塗る化粧品だけではなく、私たちが食べるものとしても、一つのポイントは、ビューティービューティーぐらい置きたいな。化粧品が 100% これ塗れば完璧っていうものは、あおっ、これも辛口かな、ごめんなさい。化粧品会社怒らないでね。ただし、もっとより美しく健康を保つためには、病気知らず体を作ること、毛細血管をすごく綺麗にしたりする必要もあるので、今日はたっぷりの基本的な五大栄養素をお伝えしたいなと思います。その前に、健康な肌というのはどういう状況だと思う？張りがあるとか、そういうですよね。私はいつも、人の肌はこの人を伝えてくれるもので、内臓疾患はないのか、病気ではないのか、何の悩みを、どういうストレスがあるか、お肌っていうのはすごい社会的な環境も教えてくれるので、すごい大切な場所だと思うんですよ。そのために、人間は常に体を維持していく力があるんですね。ホメオスタシスっていうんですけれども、それは人間の体温によって調節されるんです。体温は毎日同じに維持されるんですけど、ちょっと上下があるんですね。それは何かというと、体温によって生理的なリズムも作られたり、生理的なリズム、例えば排卵期であったり、終わった段階であったり、それによって毛穴の皮脂の量も増えたり、むくみがちょっと上がったりするのも一つのバロメーターなので、体はそれを常に繰り返して、常に維持してくれる、すっごい優れた力があるんです。その中でも、ちゃんと栄養バランスが取れると、自分の役割を果たしたお肌がどんどん剥がれていたり、下からは新
足肌が生まれてきたり、うん、陶器肌のようにね、うん、それを促してくれるものがこの栄養なんですね、はい、なるほど。それをターンオーバーって言うんですけれども、はい、そのターンオーバーがうまく起きないとは、はい、私ジグローとかくすんでるとかシミがっておっしゃるんですけれども、はい、それは体温調節、はい、冷え症であったり、うん、何かの疾患でね、うんうん、そういう方が多いかもしれない。もっと冷え性やむくみに悩む日本の女性はめちゃめちゃ多いと思います、うん、だから皆さんカウンセリングをするときに私が大発見もらえてするんですけど、うん、自分が農場の花嫁って目の前のテーマにすっごいモデルさんのショック状を真似したり、うん、何か毎日同じもので箱で届くからそればっかり食べたりするので、うん、生きてる細胞を取らないと生きてない細胞を人間が生きてるものを食べないと綺麗に体温維持とか体をまだ酸化から守ることができない。体が欲しがってる、うん、人間が生命維持として必要な古代栄養素なんですね、うんうんうん、そこをまず知ることで古代栄養食をバランスよくとってるのか、うん、それと年代別に活動範囲に合った、はい、私はこうありたいって姿に合わせたこのバランス、うん、カロリーだけでもなく栄養バランスがしっかり取れて、うん、1年後2年後妊婦さんになるための食事なのか、うん、目的によってこれ古代栄養素でコントロールする必要がある。例えば皆さん冷え性の場合は何かのダイエットをしすぎたり何かのバランスが取れてない食事をされる方が多い。いやご飯食べてますよって言ってもおにぎりとお茶だけにしたり、そうすると体を調節する機能がなくなるからエネルギーを作ってくれる栄養プラスしてないからただ排泄して終わりになる。ある方は私冷え性だからって言って生姜ばっかり食べて、私です、なんかねほてた顔とか赤ら顔になる人も、私です。そういう方が多いので、いですか、古代栄養素のバランスを取りましょうと。で、私は今日花芽さんたちに人間が酸化していく、はい、人間の細胞が老けていく、はい、そういうものを心理的にも影響を受けるので、はい、特に肌は針が魅力がないので、はい、そういうものをちょっとアドバイスするために持ってきたものが、はい、こういういろんな野菜、私たちはスーパーマーケットですぐ買えるものでもあるんですね、はい、でもう一つ酸化っていうのは人間の体、この地球のものものは原子と分子でできているもので、はい、それのバランスを整えるために2つくっついていてバランスを整えているんですね。しかしある程度奇形なものが生まれてそれが活性酸素を生んでしまうんですよ。それが血管にくっついたり脳の中に脂肪の塊にくっついて炎症を起こしたりする感じになったりもするので、そういうものが活性酸素として老化の原因になるんです。老化につながる、もちろん紫外線も活性酸素を生むんだし、会社で頑張りすぎて疲れすぎても、はい、そうです、ね、特に自律神経に影響が大きいものでもあります。これはショックのケアっていうんですけれども、うん、食べる化粧品で綺麗にもなるけども病も予防できる、はい、栄養は古代栄養素っていう話をしたんですけれども、はい、実際にエネルギーを作ったり、うん、私たちの組織を作ってる三大栄養素が、うん、タンパク、脂質、炭水化物、この3つは毎日毎食欠かせないものなんです、タンパク質だと卵だったり、はい、お肉だったり、脂質だと動物性の脂質、はい、食物性の脂質をバランスよく摂ることが大切です、はい、両方必要なんですね。必ず必要です。炭水化物なんですけど、はい、穀物類とかこういう芋類にもたくさん入ってるものなんですが、しかし最近ご飯も食べない方が多いから潤いとか体温調節をしてくれて、皮下脂肪になるものの材料になるものを取らない方が花芽さんに多いので、肌荒れの原因になったり冷え切って待ってる方が多いかもしれません。結婚式のためダイエットで全部こういうお芋とかご飯とか抜く方多いですよね。それはとてもナンセンスで、綺麗になるためにはちゃんとバランスよく食べないといけないんですけれども、今日のテーマは花ちゃんチャンネルですから、ブライダル美白のポイントは血液循環が良くなって、血液を運ぶ時に毛細血管の隅々までお肌の一応表側に近いところまで酸素と栄養をしっかり補給しないと透明な肌に見えない、保湿されない白い肌になりたい方は今日私のお弁当箱をぜひ見てほしいな。これは1日必要なおやつタイムとか食事と一緒にデザートしてほしいんですけど、いっぺんには食べない。3時ぐらいになったら150から130ぐらい、体重によっても1日推薦量なんですけれども、本当に果物柿だったら1個、もしいろんな果物があったら4分の1ずつ入れて2、3回
一緒に分けて食べてもいいし。これ何ですか？これは金柑って言って喉、今の時期に風邪予防とか喉、それから気分転換にしてほしくて、ドーパミン、幸せのホルモンをたくさん出してほしいから食べ物としてほしい、というもので、日常生活の中に綺麗になる、精神的に栄養になるものも入れてほしい。みんなお仕事もしながら、結婚式準備しながら、家帰ったら掃除洗濯したら、ええじゃん、これで気分転換、なるほど。全体的に答え要素が全部入ってるので、体重によってここにおにぎりを持ってきたり、これを全部日によってちょっと変えてもいいので、全部入れ込んでます。で、これは、このシートかわいい。合金シートで、こういうクマちゃんが入ってるんだけど、ここもお肉が入ってるから念のためにこう入れるんですよ。もうちょっとソーセージとかも。で、お肉を食べない方もいらっしゃるかもしれないんですが、絶対私たちの体に作れないヒスタミノ酸が必要なんですね。その時お肉料理する時間までないじゃない。こういうソーセージは半分だけでもいいから、そういうもので全体を入れてみる。これは全部抗酸化。そう、血流をサーッと流してくれたり、肌を老けさせることを止めてくれたり、まず一番大切なのは吹き出物にならないような炎症止めになる抗炎症効果がすごいの。このナスを見ても紫色、もしくはポリフェノールの色、みかんもトマトもみんな体の内部をコントロールしてくれるミネラル成分になるんですね。塩分をちょっと少なめにして、こういうものをたくさん取り入れるとむくまない体になる。白い透明感がある肌っていうのは毎日お肉ばっかでは作れない。もう一つこういう針弾力、きんちゃんまだプルプル肌なんですけど、これはタンパク質、コラーゲンばっかり、いろいろテレビで CM で言ってるけど、それも広告じゃん。本当はコラーゲンは食べると一つのタンパクの要素になるので、こういうビタミン食、ビタミンがプラスされて、コラーゲンを生まれさせる。そういう役割を、ガスバナの役割。だからビタミン生活っていうのはイコール肌が白くなるだけではなく、針弾力とアップする。化粧水で言うとエッセンスに当たる、そういうシワとかたるみが気になる大人の皆さんはやっぱりビタミン食っていうのはとっても大事かな。白くなるためにも栄養バランス、血液のスコアが非常にいいバランスを維持するのはビアーダに直結する。ブライダルサロンはこれは当たり前に説明をして、化粧品だけじゃなくてケアだけじゃなくて、心のケアも食事で、家でも自分が半分頑張って、サロンのケアでも半分頑張れると、ものすごい相乗効果が上がるので、これは結婚式だけじゃなくて一生が一続けてもいいくらい、確かに続けたいですね。今から肌が透明に見えるためには血液の中にたくさんの酸素も必要なので、でも貧血ですとか冷え性ですって言うけど、もう一つ聞くのね、生理不順ですってなると妊娠に必要な要素の部分が必要となるので、で自分がたくさん含まれてる野菜を食べてほしい。特にニキビ予防のブロッコリー、癌の予防にのブロッコリー、韓国の補食香味ってテクニックがあるんですけど、5つの味、違った色、まんべんなく食べると計算しなくても肌は綺麗になる、もう自然になってる。そうです、すごい。チャンネル登録どうぞ。甘みもあるけど、苦みがあるところには細菌を抑える力もあるし、お辻を出してくれる繊維もあれば、胃の壁を修復してくれる成分も入ってます。ブライダルフーズっていう私の料理でいろんなレシピがあるんですけど、なるべく妊活前、結婚式を準備する時には取ってねって言って皆さんにお伝えをしてる。目でもやっぱり楽しい、わーってまだパカッて開けてなって、あ、なんかこれを切ってくれたんだなって、奥さんにまた愛情感じで、これと自分のためのお弁当だから、これを夜一晩中水につけて、野菜そのものも細胞の隅々に栄養を引き渡る、それからカットするときにシュキシュキと元気な姿、それをやっぱ命をいただくっていう感触があるので、楽しくなる、ものを食べるっていうことが生き生きしてくる、これがナベルゲ処理の基礎。ちなみにキムちゃんのこの弁当は気づいたら全部ついてるんですね。これはあえてですか？それが化粧品の原材料ですね。っていうのは太陽を浴びながら体を守るために、一番近いところに肌を守る成分が入ってるんです。化粧品も原材料です。